にちは、りなです。後ろは阿波踊りがあります。私たちは徳島市にいます。今夜は初めての阿波踊りです。めちゃめちゃ楽しみにしてるけど、まずはいろいろ食べたいと思います。めちゃめちゃ屋台がちゃんと並んであるから、まあ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 、りな見て奥踊ってる、子供が可愛く踊ってる。焼きそば売り切れてました。そう、たこ焼きで食べよう。No. まずはここは見ろ、肉すごいね。この阿波踊りってこう出店もこんないっぱい出るんだ ね楽しい。おー、鶏から、え、唐揚げ、唐揚げ食べる。はい、どうぞ、熱いてね。はい、ありがとうございます。ただのチキン、唐揚げ、鶏チキン、うん、人が半端じゃないよ。もう密集地帯みたいになってる。すごいすごい賑やか。外国人も多いね。はい、次のご飯見つけたよ。鶏の餃子、鶏皮餃子、食べたことない。そこっちの方で有名なのかな。美味しそう。ゲットしました。はい、食べましょう。見てください、鶏皮。ちゃちゃちゃん、めっちゃ美味しそう。これって何、この四国で有名なの？多分教えてください。鶏の皮で餃子を包むっていうね。何が入ってる？餃子。あ、餃子のあれが餃子。皮が鶏皮だからちょっとこうホルモンチックな食感。絶対ビールと合う。あ、レナは多分ね、好きじゃないと思う。あ、やっぱり一口は食べてみたいけど、あれ噛みちきれないタイプでしょ。うん、できる、噛みちぎれる。うん、うまいでしょ。中味が濃くてビールとかお酒と絶対合う感じの。普通の餃子は 100% 断然に美味しいよ。これはダメだ。お祭り感すごいね。なんか久々だわ、このお祭り感。いけるだろ。焼きそば行列できてるよ。そうだよ、残念。さっき作り途中だったから諦めたけど、もう並ばなきゃいけないから無理だね。あ、ちなみにレナ、あの奥に会場があって、あのあとこのあと8時半から予約してるので、阿波踊り見たいと思います。よかった、まだ食べたいよ。踊り子さんもいっぱいいるね。なんか綺麗だね、みんな。こっちに来て。おお。なんか、待つ会場。踊り子さんたちがここで待ってるんだね。雰囲気がいいよ。みんなこの人たちがあの後あのステージの中で踊ってくれるんだね。でしょうね。これ音入ってんのかな。すごい太鼓と鈴の音がめちゃくちゃ鳴ってて、踊り子さんが道でもうすでに踊ってますよ。あ、焼きそばあるよ。じゃんじゃんじゃん。あ、いい匂いする。うまそう。これにビールがあったら最高だけどね。たかが気づかない間にこう喋り続けて、これ全部なくなる可能性あるよ。はい、交換。はい、交換。たこ焼きもありますよ。たこ焼きはいらないですか？たこ焼きはいらないです。ちなみにこれ会場裏です。ここのなんか段々になってて、初めて来たからこんな風なんだと思って。すごいね、設営されてるね。朝日スーパードライ、お願いします。1個でいいですか？はい、1個でいいです。
あと20分ぐらいで始まるから、多分みんな準備し始めてる。ウォーミングアップしてる。もう私たち邪魔。本当に人が増えてきたね。いけないね。坂のビールめっちゃ気持ちいい。もうやめろやめろ、俺の飲むところで首の汗をつけないで。信じられない人だね。おいやめろ、ぬるくなっちゃう。ビールがぬるくなったら美味しくなくなるよ。喧嘩になるよ。おきた、ぬるぬるしてるよ絶対。きたね。あ、結婚してます。ドイツから来て。はい。ちなみにこれ毎年これぐらい混むんですか、この阿波踊り。この3倍は混む。この3倍4日間で200万人ぐらい。あ、そんな来るんですか。きれいに食べてください。はい、ありがとうございます。こんな感じで、はい、美味しそう。ではいただきます。ありがとうございます。じゃあ人生初ハットク。中にチーズ入ってるのかな。すごいね。ちょっと甘い。タカの反応は？うまい。美味しい？ちょっと甘いでしょ？うん、甘い。じゃあ甘くなくてもいい気がする。トウモロコシとか入ってたらもっと美味しいかも。ああ、なんかトウモロコシの甘さがちょっと感じない？ビール好きじゃないけどめっちゃ羨ましいよ。おお、うまっ。それは美味しいでしょう。格別うまい。なくなっちゃった。いや、もう一杯はダメだよ。今日頑張って編集する。No. 2本動画編集する。しない。3本しないから。次は何ですか。ビールですか。次はかき氷です。ビールはレナかき氷買ってあげるから俺ビール欲しい。 No, no. はい、セルフ。ありがとうございます。ありがとう。熱い。甘。俺もうサウナに入ってるぐらい汗止まんない。なんかここの売店の奥から入場できるんだって。うん、見てみよう。チケット。はい、ありがとうございます。ちなみにこの会場は飲み物食べ物禁止らしいので皆さん気をつけましょう。お願いいたします。お、着いた。熱い葉月のランプをご覧ください。見て、踊り狂ってる。めっちゃすごい。かっこいいね。なんて言ってるか分かる？分かんない。やっぱり踊りはやめられないって言ってる。本当に踊り込んでまいり、どうぞご覧いただきましょう。フィナーレだって。うん、
ちょうちん独特のお囃子を奏でる踊り子たちを弾ませていきます。鐘は踊りのリズムをリードし、踊り子の皆さんにバトルとも落ちつつ体力を引き渡せるスケールを誇る鳴り物人の皆さんなどご注目いただき、耳を貸す全部こうドンドンドン、グループ次と次とみんなできてないよ。本当に良かった、楽しかった、いい文化です。素晴らしかった、本当に、うん、本当に素晴らしかった。テレビとかで見る迫力じゃん、なんか太鼓の音がさ、こう胸に響くじゃん、それがすごい、うん、よかったよ、迫力やばい。この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。